はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらでございますね。スターウォーズホットウィールのフライトコントローラーですね、うん。これですね、実は今やっておりますフロリダのお土産、プレゼント企画の中の一つなんですけども、これね、二つ買ってて、一つはうちら用に買ったやつなんでね、はい。で、この前ライブ配信した時に実はちょっと紹介したんですけども、うん、実はかなり機能があったので、ちゃんとやりたいなと思ってもう一度動画撮っております、はい。こちらがフライトコントローラー本体ですね、はい、ここにトリガーがついております。で、上にですねこうファルコン号がこうはまってるんですけども、これ実はですね以前紹介したこのポーの X-Wing、 これと同じなんだよね、うん、スターウォーズのホットウィールってこういうなんか指にはめて遊ぶホットウィールなんだよね。これをセットすると電源が入るっていう感じかな、うん。でトリガーを引くと音が鳴るんですけども、いくつか効果音が入ってますね、はい、1個鳴らしてみてください。はい、これ X-Wing が飛んでる音だね、うん、次は、ああ X-Wing だね、これ X-Wing の音だね、うん、次はあファルコン号のブラスターの音だね、うん、はい、じゃあ次はこれはハイパースペースにジャンプした時の音だね、うん、なるほど。で次はあ、これでだいたい1周か、はい、はい。それで今のが反乱軍というかレジスタンスのモードなんですけど、ここねスイッチがあって、これを下に下げると赤に光るんですね、はい、そうすると帝国軍とファーストオーダーの音に変わります、はい、言ってください。おう、これは何？ブラスターの音かな？わかんない。多分 AT-AT ってこともあるだろうね。ああ、そうだね。そうだね。それっぽい。ちょうど口からボーン！口じゃないけどね。ああ、これタイファイターの音だね。ちょうど、ふーって急降下してるような。で？あ、これもタイファイターのブラスターの音だね。うん、次は？で、戻ると。そうだね、うん、はい。こんな感じでございます。結構、音が入ってるよね。うん、でさらにいいのがこのですね、両側にこの下の部分を開けましてガチッとね、うん、でこの部分に他のものをはめられるんだね、うん、ここはいいよね。そうで後ろにこの赤いのがあって、こうやってちょっと揺らして遊べるとだからフライトコントローラーなんだろうね。ああなるほどね。だこれでなんかこうちょっと一緒に行動してるよね。そうそう、一緒にこう飛んでるみたいな。でこれね、音が鳴ってる間にトリガー引くと連続でその効果音が鳴りますんで、これ今打ってる感じで高音できるといいよね。いいよね。ただこれ今こっちもう一個こっちにはめちゃうと、音は鳴らなくなっちゃいますね。そう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 。けどちょうど音なしで当たる時にもいいかもね。いいよね、うん、なかなか面白いものでしたね。実は気づかなかったけど、うん、そんなわけで、フロリダのお土産のプレゼント企画を今やってますので、横辺に出てると思いますけども、までやってますので、はい、ぜひぜひたくさんのご応募をお待ちしております。他にもですね、全部で13点だよ、今回のプレゼントはね、うん。結構盛りだくさんですので、当選発表はね、また我々恒例 のサイコロでやりたいと思ってますので、ぜひ楽しみにしててください。はい。まあ、ついでなんで、じゃあ全部13点の、ライブ配信から切り取ったダイジェストをご覧ください。はい、こんな感じの13点でございます。はい、レゴマインクラフトのザ・ファームですね。はい、スターウォーズの、ホットウィールの、フライト、コントローラーってやつですね。うん、3番目はこちらですね。はい、チューバッカのカップでございます。はい、次、R2 前チャンネルでございます。はい、これ、5番目。こちらでございます。はい、ローグワンの冊子でございますね。6つ目、バス&ボディーワークスのハンドソープになりますね。はい、はい、NASA ケネディスペースセンターの2017年のカレンダーでございます。はい、 iPhone6 用のケース、はい、あと iPhone5 用のケースでございます。はい、ということで今回はホットウェイルのスターウォーズフライトコントローラーでした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、最近ねコメントほぼ全部返してますので、コメントたくさんいただけると大変嬉しいです。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。